おはようございます、コバです。日差しがまあ気持ちいいんですけども、結構風が冷たくですね、皆さんどうお過ごしでしょうか。今回もですね、久々にポルシェデザインのシャーペンですね、久々に使うとまた新鮮な気持ちが始まります。スタート。はい、いつも愛用しているペンケースですね。こちらの今回はポルシェデザインですね。非常にこのラインが美しいですね。少しこうしてめでるというところから始めたいと思います。こちらもですね、もう15年16年ぐらい愛用していますね。非常に美しい、まあ、前にもお届けしましたけども、一度落としてしまってこのペン先がですね、芯が出なくなったんですけども、なんとか自分で直しました。ちょっとこの辺とか痛々しい感じで剥がれていますね。全体はですね、まあ専門用語でいうなし地、金属をある加工したものですね。そしてこちらが鏡面仕上げ、ずっと一体型の形ですね。まずですね、機能ですけども、基本的にシンプルな構造で芯を出すときにはこちらを回します。芯は 0.7 ですね。非常に大好きな太さです。そして芯を変えるのは逆に回します。そうするとこういう状態になりまして、こちらにですね、ピンがあって、これを外すとはですね、奥で細くなっていますので、本数はそんなに入りません。一番小さいプロダクトですね。そしてね、ノートはいつもの、最近このノート非常にガンガンに使っていますね。まあ、このポルシェデザインのシャーペンはかなり前に動画を収めましたので、改めて ABC から書いてみたいと思います。非常にも安心感もあり、0.7 ミリという芯がですね、大好きですね。非常に滑らかな書き心地ですね。このペンの気に入っているところですね、やはりシンプルなところですね。本当にまあ形状がシンプルで、ストーンとしたオーバルで仕上げられています。美しい。
しいですよね。そして回転軸があって、表面のところがあって、そしてクリップが、このような仕上がりですね。ここが表面ですね、ミラー仕上げ、クリップ。ここを描いてるだけでも非常に美しいラインですね。ここはまあポルシェのラインに非常に似てるんですけど、美しいですね。私はまあ非常にこのように絵を描くシーンが多いので、文字も描きますけども、こうして絵を描くのがほとんどですね。どのペンもそうですけど、少し絵を描いてみましょうか。前にですね、雑貨屋さんのカフェ、豆木戸さんというカフェ、豆木戸さんというカフェがありました。ここですね、まあ、ミシンに非常に心打たれてですね、本当に買いたいぐらいの勢いですけど、こちらちょっと描いてみたいと思います。まあ今時のミシンっていうのはなかなか手にしないものですけども、本当に美しいフォルムですね。ずっと見ていたくなる一品でしたね。こういう一品というのはですね、非常に大切に扱いたいなと思いますね。独特のフォルムですよね、ミシンって。すごいプロダクトだと思うんですけど、ざっくりこういう形状ですけども、ここにですね装飾があるんですね。この装飾も非常に美しくて、全部ちょっと描ききることはできないんですけど、ちょうど草のような感じですね。
全体は真っ黒のツヤがある感じですね。非常に美しい。ざっくりこういう感じですね。こうして絵を描くとですね、またこういう写真で見るだけですとこのような細かなラインが見えてこないですね。絵を描くことによって細かなラインが見えてきたりします。非常に楽しい時間ですね。美しい。本当にまあこのミシン置くスペースがあれば買ってしまいそうな勢いなんですよね。今ちょっとグッと押さえてますけど、まあ、使えるかどうか分かりません。まあもちろん使わないんですけども、眺めるだけのプロダクトですね。もちろんこちらポルシェデザインも同じく眺めても美しいプロダクトですね。はい、いかがでしょうか。やはりこの久々に使うシャーペンというのはまた新鮮な気持ちになります。そしてゆっくりゆっくりと、スケッチなり文字なりすると本当に気持ちがいいですよね。皆さんですね、こう、まあ、いくつかの、ね、お気に入りのペンをですねきちんと大切に使う、そしてめでるから始めて、めでるというのは非常に物に対して平等の気持ちが宿りますので、ぜひ皆さんやってください。もしこの動画が良かったなという方はチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。